こんにちはまあ思考の大切さってのはまあ言うまでもないんですけどもやっぱりね私たちの言動とか行動とか挑戦とかまあこういうのってのは全部思考から来てるんですよねどう考えるかがどう行動するかに直結していると思うんですよだから思ってもみなかったことが起きるってのはありますそれは確かにねそれは普段意識してなかったんだけども 出先で急に雨が降っもしくは思ってもみなかったことっていうのは自分は思ってなかったけども他者が思っていて突然なんかサプライズをされるとかねそういうのありますけどもねまあけどこういった言葉があるんですよどうやったら儲かる会社作れるんですかって聞いたらうーんそれは儲かると思わないけんでしょうなぁみたいなね、うん、みんながみんな会社をやったら儲けたいと思うわけですよ 働いていたら儲けたいと思う。ビジネスやったら儲けたいと思うんですよ。でも、儲けたいと思うだけなのか、儲けるために何をすればいいんだろうかと考えるのか、儲けるためには何を考えればいいのか、儲けるためには何を考え続けなければならないのかっていうふうな、この深さは違うんですよね。え、儲けるためにそこまでやんのみたいなこともあります、まあ。例えばね、歴史が好きな人とか、 歴史が得意な人ってお金を稼ぐチャンスがものすごくたくさんあるんですよ。それはなぜかっていうとね、まあ例えばね、三国史の話とかをこうしている集団があります。盛り上がってます。三国史の話に全然わからなければ、その中に一緒に入って盛り上がることできないんですよね。だから三国史の話が詳しくって、いや実はね、こういう解釈があるんだよねっていうふうに、 そこにその盛り上がってるところに投げかけられる人って目立つんですよねつまりはアクセスが取れるってことなんですよ、うん、だから歴史が詳しいと様々な歴史上のエピソードや古事成功から今陥っている現状苦境それとも調子のいい時こういうのを重ね合わせてなるほどそういうことだったんだねと温故知新をそこでね求めることができたりとかするんですよね だから歴史に詳しいって実は稼ぐキーワーワドだったりすするわけですよしかしねいや歴史に詳しくったって別に商売とは関係ないでしょって考えてる人もいるんですよまあ確かに歴史と売り上げは直結しませんでも遠巻きに歴史が売り上げに関わるってことはあるよねとかウイスパンを食べてそれを動画でアップロードしてそっからアクセスが来て そこまで考えてますかってことを考えるといや、パン食ってるだけで集客になんないでしょって考えるのかあらゆるものがきっかけになるはずだと考えるのかこんなことがありました先日ですね「あの家族」っていう山戸洋次監督の1968年ものすごく古い映画私が生まれる前の映画これがあったんですけどもこちらの私視聴してですね感動したんでその話をしたんですよ そしたら何が起きたかというとそのエピソードを聞いた人からいやまさに当時私はね20代でそういった時代を生きてきましたとその映画ちょっと見てみたいんで教えてもらえますかっていうコメントが来たんですよこれがだからアクセスであり交流の始まりですよねで 商売とか売り上げとか人間関係って全部こういう小さなきっかけからしか生まれないしこの小さなきっかけを捕まえられるかどうかなんですよじゃあ私が山田洋次監督のそういった家族って映画を見なかったらこれが生まれていたかないや見たけども動画で発信しなかったら生まれていたかなって考えるとこれをきっかけと考えることがどうかなと売り上げに通じるかないやそんなんが売り上げにならないよっていうふうに浅はかに考えてしまうことなのか いかがでしょうかいってらっしゃい